8月14日午前の取引が終了しました。日経平均株価は反発です。昨日と比べて129円46銭高の2,584円90銭で全引けとなりました。トピックス東証株価指数も 7.66 ポイント高、 JPX 日経400も 64.96 ポイント高とそれぞれ反発しております。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 68%、 1461銘柄、これに対して値下がりが約 28%、 607銘柄となりました。全体の3分の2以上の銘柄が値上がりしております。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型いずれもプラスとなっておりまして、相対的には小型株の上昇がやや大きめとなりました。売買は最近としてはやや少なめ、最近は決算発表を受けて個別銘柄の選別が続いておりましたが、それが徐々に一巡してきたと、終わったということもありまして、商いは最近としてはやや減少しています。全引け段階での売買高は5億1700万株余り、売買代金は9131億円、節目の1兆円には届きませんでした。このままいきますと1日としても2兆円台いかないペースということでありますが、最も繰り返しになりますが、決算発表がほぼ一巡したということですから、最近のとしては決算発表の分を除きますと、ほぼ通常のペースと言えるかもしれません。極端に少なくなっているというわけでも必ずしもないということです。今日の上昇の背景といたしましては、昨日のニューヨーク市場でアメリカ株が大きく上昇したというところが大きい風に働きました。トランプ大統領が示しておりました対中制裁関税の第4弾の9月からの発動が一部の銘柄に一部の品目に限って12月まで先送りされるということが明らかになりまして、アメリカ株がハイテク株など中心に大きく上昇したという動きが東京市場にも波及した形です。アメリカでは金利が上昇いたしまして、為替相場も円安ドル高の動きが見られました。昨日と比べますと1円以上円安ドル高に触れたということも輸出関連株に買い安心感をもたらしまして、全体的に株価の押し上げにつながったという形です。もっとも今日の午前11時に発表されました中国の経済指標、7月の経済指標が予想よりもやや弱かったということなどを受けまして、やや上げ幅を縮める展開となりまして、前引けにかけては今日の一番上げ幅がやや小さめのところで終わったということでして、伸び悩みの動きともなっております。5番の動きが注目されます。こういった中で個別銘柄動きが目立ちましたのは、昨日のアメリカ市場ではアップルが買われたということが追い風となりまして、アップル関連、例えば半導体電子部品メーカーの太陽誘電6976が 6% を超す上昇となりました。他にも電子部品メーカー村田ですとか TDK、 あるいは製造半導体製造装置の東京エレクトロンなど、いわゆるハイテク系アップル関連と言われるような銘柄が買われたという動きが目立ちました。逆に下げた銘柄といたしましては、決算発表を受けましてリチウムイオン電池のセパレーターを作っておりますダブルスコープ、コードが6619、こちらが大きく売り込まれまして年初来安値を更新しました。昨日今12月期の6月中間決算を発表いたしまして、営業損益が24億円余りの赤字ということで厳しい決算となりまして、これが嫌気された形です。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。